トミスラブ・トモショコタは、ユーゴスラビア・ザグレブ出身の元サッカー選手。元クロアチア代表。現役時代のポジションはフォワード。トミスラフ・ソコタとも表記される。ショコタは一度目の NK ディナモ・ザグレブ時代では、強力な点取り屋として知られていたが、SL ベンフィカ移籍以降は度重なるな、負傷に泣いた。クロアチア代表としては8試合に得点を記録し、UEFA ユーロ2004の一員だった。1997年に地元の NK ディナモ・ザグレブとプロ契約を締結以降4シーズンにわたり在籍し、その間の1999から2000シーズンと2000から01シーズンにそれぞれ21得点と20得点を挙げ、2期連続で得点王に輝いた。また、クラブ史上初参加となったUEFA チャンピオンズリーグ1998から99のグループステージに数試合出場した。プルバ HNL でトップクラスの選手となったショコタは2000から01シーズン終了後にスーペルリーガの SL ベンフィカと契約するもアキレス腱の負傷による長期離脱などしばらくの間はたびたび怪我に悩まされた。2003から04シーズンになると定位置をつかみ29試合11得点を記録し、タッサでポルトガル優勝に貢献と成功を収め、クラブとしてもタイトルを獲得と良いシーズンを送っていたが、自身も出場していた2004年1月25日のアウェーでのビトーリア・ギマランイス戦中に、同僚のフェヘール・ミクローシュが逝去する出来事があった。クロアチア時代の輝きを取り戻したかに思われたが、2004年末にクラブからの契約延長の話を拒否したことで B チームに追いやられ、さらに2005年1月12日に契約解除を言い渡された。自由移籍のみとなったショコタは、2005年6月2日にベンフィカのライバルである FC ポルトと4年契約を締結。しかし、加入してほどなくしての2005年9月13日に UEFA チャンピオンズリーグ2005から06のグラスゴーレンジャーズ戦で右膝の靭帯損傷のため長期離脱すると翌2006から07シーズンのプレシーズンで左アキレス腱の負傷により手術をする2度の大怪我により公式戦出場はわずか5試合にとどまり2007年3月11日には契約解除が言い渡され古巣のディナモ・ザグレブに復帰することとなった。ディナモ・ザグレブ退団後は2009年7月からベルギー一部のスポルティング・ロケレン2010から11シーズンにスロベニア一部のオリンピア・リュブリャナに在籍した。2003年11月にスロベニアとの UEFA ユーロ2004予選プレーオフ第2戦でクロアチア代表初出場を飾ったショコタは本大会の一員に選出され、グループステージ敗退するまでの全3試合に出場した。その後のクラブでの負傷により2006FIFA ワールドカップの一員に選出されることはなかった。クロアチア代表としては8試合に得点を記録。親善試合のトルコ戦とデンマーク戦でのものだった。ありがとうございます。